おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は11月の22日火曜日。お題がこちら。原油暴落で何が起きるということで話をしていきたいというふうに思うんですが、原油市場が結構荒れております。原油が暴落すると何が起こるのか、何が今起きていて乱高下しているのか、その辺整理させてください。よろしくお願いします。また指数の売買戦略、冷やしの一目金公表プラス、今日は MacD を使いまして最後見ていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしております。皆さんと一緒に株を毎日 いい考えてくくチャンネルですぜひチャャンンネネルルでですす登録よろししお願いしますでは昨日の振り返り返から入れていきましょう日本株ですが3指数揃って上昇小幅な上昇ですよね値動きもほとんど動いていないってことが分かるかなというふうに思いますまあ今朝がだいぶ一巡しまして大きく動くかごはだいぶ少なくはなってきたのかなというふうには思いますし値上がり銘柄数がまあ多いことから安定はしているのかなというふうには思いますので、えー、その辺は慎重にまた見ていきましょうアメリカですが3指数揃って下落をしておりますニューヨークダウはわずかな下落なんですがナスタックが比較的大きく1% のの下落、S、の下落落 S&P は0.39%とということになっております業種別見ますと、ディフェンシブ結構強そうかなという印象はあるんですが一般え、一般消費とかね、エネルギーとか、そういった下げが目立つかなと思います。ニューヨークダウンのヒートマップ見てみると、ウォルト・ディズニーの上昇が目立っていますね。ナスダック0 0見るとですね、これテスラの、ね、下げが結構大きいなというふうに思います。やっぱ存在感も大きいですからね、冷やしちゃうと見てみると、このような形で安値割れちゃってるんですね。ちょっとテスラは心配ですね。ニュース等をチェックしていきたいなというふうに思っております。欧州 下落していいいる指数の方が多いかなという印象ですですが、まあ、日経先ものは105円のプラスになってました。要因としましてはドル円がね142円円。円安に触れてるっていうのは一つのポイントかなというふうふには思います。一方、原油が80ドル割れになっております。ちょっと後ほど乱高原について触れさせてください。ビックスは3.16%の下落22.39。を下落しているのにビックスは落ち着いてるんですね。という感じですね。で、10年金利は上がってます。3.829。だから円安に触れてるっていう感じですね。小型株も下がってる。ソックス指数1.77%。結構大きく下がってるんですが、日経先 ものははプラスとということになっっててまますす高安まちまち今日がが大きく上がってますねでは見ていきましょう。原油市場が乱高下。原油が暴落すると何が起きるということで、なるべく整理をして、なるべく分かりやすくシンプルにお話ができればなというふうに思っておりますので、お付き合いください。よろしくお願いします。まずはアメリカ時間が始まった後の日経新聞です。経営幹部の交代からウォルト・ディズニーが上昇しているという話と、景気に左右されないディフェンシブへの買いが入っていて相場を支えているという話があります。一方でで中国での新型コロナウイルス感染再拡大の の影響で請求株が下落しているということですねで昨日の中国の株もですね結構軟調に動いておりました、香港感染指数では1.87%の下落となっております。またコロナの新規感染者数を見てみますと、4月ごろに一度ピークを迎えて、そこからずっとゼロコロナ政策をやっていて、で一時ねゼロコロナ政策の緩和期待なんかもありましたが、足元ではコロナの感染者数がまた増加していて、1日の感染者数では過去最大を多分記録してるんじゃないかというようなグラフになっていますよね。ここういったところから香港ハンセン指数が昨日は 下落しておりましてせっかく10月末からの上昇で雲を越えるかしらみたいなところまで来たんですが雲を超えることなく雲の下の方まで来てしまった教育も注意をしながら見ていかなければいけないのかなというふうに思います、まあ、そんな中でですね中国でのこの一部の主要都市ではロックダウンも実施されたというふうに伝わっておりまして中国の景気回復が遅れて原油需要が細るという理由から原油が続落しているという形になっていますただ下落率はそんなに高くはないんですよねでも非常にこう日中気に なる動きがあるなということがわかるんじゃないかなと思います日中大きく下がって大きく戻るという形ですこの下ヒゲの先っぽではですね、えー、前回の安値も割れていますのでちょっと怖いよななんていう風に思ってる限りですでその要因としましては何かということなんですけども主要産油国による増産報道も売りを誘う場面があったということになってますもともと景気回復が遅れることによって原油需要が細るだけでも下落要因になるんですがさらにそこに供給まで増えるという風になればダブルパンチで原油価格が下がるということですね オペックプラスが12月4日の予定の会合で最大日量50万バレルの増産を協議するというふうに報じた、まあ、50万バレルも増えるんであれば価格下がるよねということで大きく下がったんですがただしサウジアラビアの国営通信が即座にその増産報道を否定したそのことによってわおーーっ,って下がっていて否定されたことでなんだーっつって元に戻っていたという形になりますヒアッシャートとしては改めてこんな感じになっているということですねただまあやはり安値割れとかこの本当に増産が行われた場合には暴落するリスクもあるんじゃないかなということで 仮にに暴落をすするるととと何が起こるのかちょっと整理をしておきたいなというふうに思いなう思ます、えー、一つはですね、インフレの視点、もう一つは景気の視点、非常にシンプルにもっといろいろ複雑に絡み合いますけども、シンプルに表現をしてみたいと思います。インフレの視点から言えば、原油価格が下がるとなれば、インフレが沈静化するんじゃないっていうね、ポジティブな視点もありますよね。ただし、景気の視点から言えば、エネルギー関連企業、昨日もね、エネルギー株が下がっていたっていう話もありましたし、あとは産油国で見て、アメリカも含めて経済が停滞してしまうっていうところもね、すごく重要なポイントなんじゃない かなといいう,うに思いますまた、インフレの視点で一つだけ追加しますと、昨日、原油価格がぐわーっと下がっているタイミングから天然ガス価格がぼーっと上がってるんですね。また違う要因かもしれませんが、天然ガスってね今、欧州のインフレの一番要因になっている部分でもありますので、そこはちょっと懸念が増すかもしれないなというところもぜひ抑えておいていただきたいかなと思います。また、この経済の停滞の面でいきますと、損益分岐点というのはすごく重要になるんだろうなというふうに思います。これは2020年の3月頃のの、まあ、あくまでも目安なんですが、サウジアラビアだと8 3 ドル超えてないと損益分岐点超えていませんよとアラブ首長国連邦だと70ドルオマンだと87.6ドルというふうになってますで2020年3月でだいぶ前だよねその時ドルインデックスどんなもんだったのっていうふうに見ると、まあ、この辺にいるんですねこの辺ですで、えー、このローソク足が原油価格になってるんですがこの時ぐーっと下がってるドルが高くって原油が低い状態っていうのは結構厳しいということになってますでそこから見ますとだいぶこのようにドルがねまず高くなってきてますよねで足元で原油が下がってきてるということになって で、ドルがすごく高い状態のまま原油が下がってしまうと、産油国にとってやっぱり厳しいですよね。ドルでやり取りするのに原油が下がっちゃうってことになるので、損益分岐点自体もですね。ぐっと上がってるかもしれませんし、もしかしたら損益分岐点、今もう割れるか割れないか、ギリギリぐらいのところにいるんじゃないかなっていう風うに想像されます。そうすると何が起こるかってことなんですが、もしかしたら海外投資家の買い越しに影響が出てくるかもななんてことが想像されます。日本の投資家の中で海外投資家7割ぐらいを占めるなんていう風に言われますけども。まあいろんな海外投資家おりますが。 その中の主要な一つのファンドとしてソブリンウイルスファンドっていうのがあるんですね。ソブリンウイルスファンド和訳では政府系ファンドといって、まあ、中東産油国なんかも結構入っていてで中東産油国が原油が下がってしまって赤字になってしまってる中ではよし、株買うぞという感じにならないってことなんですよね。で実際にですね2020年頃コロナが流行っている頃原油価格は大きく下がり一時マイナスにもなりましたそして50ドルを超えないぐらいまでこの辺ぐらいまでもう本当に厳しい状態が続いていたんじゃないかなというふうに想像されます。まあ、それが個人あの海外投資 海の買い越し売り越しに現れているのかなというふうに思うんですが、これは2020年の1月から7月までずっと売り越しが続いていたんですよね、その間というのは原油価格が非常に低迷していた、明らかに中東国の損益分岐点を割り込んでいた期間というのは、買い越しがなかなか入ってこなかったということになりますので、そう考えますと、今後もですね原油価格があまりにも下がると、うと海外投資家の買いが一部止まってしまうリスクもあるんだよということをですねぜひ押さえておいていただければなというふうに思いまして、この動画を作成いたしました。ということで、2度動画のお めです。米株下落、中国のコロナ拡大続くロックダウンプラス景気後退懸念ということにはなっております、そして原油市場が乱高下ということですね、そもそも中国の需要が細っている中で OPEC の増産報道があり、それからの報道否定でガクンと下がってガクンと上がるということになっていますで、仮に暴落したら何が起こるのかというふうに考えましたが、インフレはある程度落ち着く兆しになるかもしれませんけれども、エネルギー企業や産油国の停滞から海外投資家の買いに影響が出るかもしれないというところはぜひ頭の中にして 中に置いといていただければなというふうに思っておりますでは指数の売買戦略冷やしの一目金公表プラスマックリを使いましてテクニカル分析を行っていきましょうはいまずは日経平均株価です日経平均株価ですがこの今のトレンドが続いてでここ1週間ぐらいはですね横ばい件が続いているただ足元では陰線が3本並んでいるマックリが若干下向きになっているその辺は懸念点かなというふうに思いますがまあ、次にどっちに動き出すかというところをね確認していただければと思いますまあ、どちらかというとサポートが多いので上に行く可能性の方が高いのかなというふうには考えておりますトピックス見ていきましょうトピックス に関しましては陽線をつけてるんですねなのでまあこの単体だけで見るならば日経平均よりは優位性が高いそしてマックにも今のところまだ上向きですので日経平均株価よりもトピックスの方が優位性は高い直近高値を超えてさえくれればといった感じかなというふうに思いますまずはず見ていきましょうまずはずもですねここ何日間かぐらいはこう上値を超えられない状態さすがにこの辺の上昇で強い強かったですからねちょっと勢いが鈍っているという感じになります今後転換線を割り込まなければ上昇が続いていく可能性は高いかなというふうには考えておりましてマックにもまだ下向きにはな なっておりません一方、ニューヨークダウを見ていきますと、ニューヨークダウは陰線をつけ、マイナスになってしまったといった形ですね。わずかなマイナスなので、MacD のデッドクロスまではなっておりませんので、そこまで下落の警戒を持つ必要はないとは思うんですが、仮にデッドクロスになってしまうと、警戒を強めるべきだなというふうには感じております。s P500 ですが、今日は陰線で終わってしまった。でも、MacD はまだほぼ横ばい、若干下向きになっちゃってるかなという感じですね。非常に分厚い雲がサポートしてますので、この雲を割り込まなければ問題ないかなというふうに思います。心 状況がまだまだ悪い。陰線をつけている。で、直近安値はまだギリギリ割れてないかなといった形ですが、マックデーはやっぱり下向きになっちゃってますよね。そこだけ懸念点として、ぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。ラッセル見ていきましょう。ラッセルも雲がなんとか支えてくれてる感じがしますけども、これかマックデーがデッドクロスになっちゃうと、やはり雲の中に入ってくる転換線も割れてくる可能性っていうのも結構あるのかな。なんていうふうに思いますね。そこは慎重に明日以降もしっかりと見ていきたいというふうに思っております。はい、ということで、今日はですね、中国。の。コロナのね感染拡大が続いてロックダウンがあって景気後退懸念があって。まあ プラス OPEC の増産報道なんかもありましたから、原油市場が大きく乱高下しているという話からですね、まあ、原油が大きく下がってしまうと、やはりポジティブな面とネガティブな面があって、ネガティブな面は結構日本株への影響も大きいよねっていうところを、ね、整理しておいていただければなというふうに思います。では今日もお知らせを入れさせてください。個別メ柄のとことん分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしております。月額1000円、正月は無料となっておりまして、最新記事フェローテックの情報修正に絡む売買の実践解説を行っておりますので、よかったらチェックしてみてください。また、式、え、法、ー、の本 不銘柄これはですね。同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっております。記事配信を行っているだけということは変わりありませんので、月額料金若干異なりますので、どちらかだけをご登録お勧めしております。また、本に関しましても書店購入キャンペーンは継続しておりますので、こちらも概要欄の url をぜひ一度チェックしていただければなという風に思います。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で交渉していきますので、明日も聞いていただける方はぜ非チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また明日テクニカル分析でお会いしましょう。